8月1日ここネルパルクホールに大勢のファンが詰めかけた。Vジャンプフェスティバル95にようこそ。はい、ようこそお越しくださいました。はい、本日ですね、私自身司会をまずいたします。こちらのちょっと風変わりな出立ちのお姉ちゃんは、はい、山本のり子ちゃんです。よろしくお願いします。はい、はい、そしてこちらにいますのは皆さんご存知のミスター X です。私がゲーム業界13年ゲーム一筋謎の覆面ゲーマー、はい、ミスター X でございます。よろしくお願いします。はい、かっこいいですね。はい、それでは最初にお送りいたしますゲームはこちらです。どうぞ。ドラゴンクエスト6幻の大地、ゲストにはドラクエの生みの親堀井雄二さんとチーフプログラマーの山名学さんの2人をお迎えして、苦労話などいろいろなお話を聞きました。いろいろ本当に苦労したんですけども、その苦労もだんだん終わりかけてですね、一番の今苦労はですね、メモリが足らないっていういつものことだったんですけども、それも山名君のあれでつい 2,3 日前にそれ解決しまして。解決しましたか。ええ、しましたね。ええ、自信を持ってもう完璧です。早速画面を見てみよう。今回もたくさんの面白い乗り物があるんだ。ここから今回フィールドが2枚あるんで、もう同じ乗り物もなんだろうと思いまして、これベッドなんです。実はベッド、ベッドに乗った空飛ぶベッド、まあピーターパンみたいな感じですかね。カメみたいに言いますか。カメ、島です。島ですか。ひょうたん島のような島でですね、島に乗っても冒険ができると。これ泡に包まれてる船なんですけどね、今回戦闘シーンはですね、まず注目してもらえたのはこのコマンドですね、はい、6個あって、でたくさんこう特技が並んでると、でまあ、こういった派手な効果がこう出てくると、俺に任せろってやつなんですけど、基本的にこう主人公をこう助けてくれると例えばこうスクルトでこう味方の守備力をアップしてるとか、それからバイキルド唱えたり、相手にこう守備力を下げるやつやったりっていう。なるほど。直接攻撃はしないんですけど、主人公がこう戦いやすくなってる。神秘のベールに包まれていたドラクエ6ワールドがついに明らかになった。たくさんのイベントも加わり、スケールアップしたドラクエ6。最後に一言、堀井さんに聞いてみました。5まで比べて6はちょっと難しくしてあります、正直言うと。でもですね、いろんなところにいろんなもの用意してあるんで、本当に自分の足でですね、歩いてですね、次は何をしてするのかとか、いろんな情報を集めてですね、あ、こんなところにこんなもんもあったっていうようにですね、自分が本当に冒険をしているような気になるゲームだと思うんですよ。だから楽しみにしてくださいね。バイオハザード。32ビットプレイステーションの機能をフルに活かし、3次元 CG を駆使したこの作品、森の中に立つ不気味な館を舞台に、襲いかかるモンスターや待ち受ける罠の数々を切り抜け生き延びようというサバイバルホラーの大作の登場だ。
この館に立ち向かう特殊警察スターズのメンバーを紹介しよう。ヘリの操縦も担当する主人公クリス、女性の主人公ジル、銃の達人バリー、捜索チームのレベッカ、そしてその仲間たち。恐ろしい敵キャラもいっぱいだ。このゲームはステージの美しいビジュアルをはじめ、キャラクターの動きがスムーズで、場面に応じたカメラアングル、臨場感あふれる効果音などプレイステーションの機能を十分に使った 3D ロールプレイングゲームとして醍醐味いっぱいだ。みんなもこの恐怖に耐えながら生き延びることができるかな。最後にカプコンの黒川雅彦さん、三上真嗣さんに見どころを聞いてみた。新しい怖さをぜひ楽しんでもらいたいと思います。映画では味わえないような怖さを、思う存分、皆様に楽しんでいただけるよう制作頑張っていきますのでよろしくお願いします。ゴーゴーアクマン3、バンプレストの田中健一さんからアクマンの魅力を聞いてみた。やっぱり悪魔っていうのが決して正義の味方じゃなくてですね、どっちかっていうと悪ガキで、普段みんなできないようなことをですね、悪魔をやってしまうっていうような、そういうところが一番の魅力なんじゃないかなと。会場では天使くんと悪魔とのプレイした時の違いをテストしてみた。天使くんは悪魔にない動きとして羽ばたいて空を飛んだり、スライディングやおむつターンなどの攻撃ができるんだ。ゲーム画面を紹介しよう。天界警察から追われる天使くん、今までとは違い仲の良くない悪魔と何とか手を組んで天界警察とバトル開始だ。天使くんと悪魔がプレイ中に変えられるぞ。また魂で買い物ができるお店があったり、新しいイベントも盛りだくさん。いろいろな謎解きをしながらゲームが進んでいくんだ。アクマン2の時に V ジャンプで行った読者募集から2つのキャラクターが登場したんだ。トゲ天使、エンジェルボーイ、すごく個性的なキャラクターだ。
他にも採用されなかったけど面白いキャラクターがたくさん送られてきたんだ。その一部を紹介しよう。そして今回3でもキャラクターを募集した。さらなる強敵が君に会えるのを待っているぞ。ツインビーミラクル不思議なベルの大陸。あのツインビーが RPG になって帰ってきたぞ。コナミの北上和美さんに聞いてみた。そのアンケートはがきのユーザー希望の中で非常に数多くのツインビーを RPG にという希望がありましたので、今回そのユーザーの希望を叶えるべく RPG にしたと。3D ビジュアルなどの特徴を生かした効果をフルに使ってカラフルでポップなイメージに仕上がった。ツインビーならではの楽しい仕掛けがいっぱいだ。キャラクターを紹介しよう。もうおなじみのツインビー、ウィンビー、グインビー。ツインビーに乗るライト、パステル、シナモン博士、ワルモン博士。他にも楽しい仲間たちがいるぞ。横スクロールフルアニメーションシステム。大きなキャラクターによる派手で迫力のある画面展開。画面構成が一目でわかるような工夫がされている。今回も新しい手法が取り入れられている。シナモン博士が乗る母船でいろいろなキャラクターに変身できるんだ。ドラゴン、エンジェル、ナイト、ファイヤー、ハリケーン、サンダー、マリンなど12種類も変身でき、たくさんの攻撃パターンがあるんだぞ。ツインビーチームが世界のピンチを救いに立ち上がる陽気な RPG のスタートだ。スーパー悟空伝覚醒編。バンダイのドラゴン鈴木に魅力を聞いてみた。そうですね、まずですね、まあ、前作と大きく違うのはですね、マルチシナリオ、そしてですね、まあ、マルチエンディングシステムの搭載とですね、まあ、さらにですね、まあ、パワーアップされた、バトルシーンの方がですね、まあ、見どころとなっております。早速ゲーム画面を見てみよう。原作にないオリジナルストーリーで展開するマルチエンディングシステム。前作では1画面しかなかったバトルフィールドも地上と空中の2画面になり、かなり奥行きのある空間を生かした戦いが再現できている。また前作のエンディングに出てきたパスワードを入力すると前作の続きからゲームが楽しめるぞ。
突然ブー渡辺が客席から乱入してきたぞ。バトルシーンを紹介しよう。悟空対ベジータ戦だ。ボタン操作でパワーアップ。おなじみの必殺技の打ち合いも覚醒編でも完全に再現されているぞ。ゲストはもちろんこの人、ヒロイ王子さんに天外の魅力とゼロについて話してもらった。めちゃくちゃだからじゃないですか。めちゃくちゃ何がですか。いや内容が あまり、何でもいいじゃんっていう感じでやってるじゃないですか。1,2,3 って今3を作ってるんですけども、はい、あの CD ロムで、はい、でそっちの流れとは少し違って、全く新しくもう一つ世界を作ってみましょうっていう感じで。ここでキャラクターを紹介してもらおう。火の一族の、末裔悲願という天神という、これは第二エリアの後半から仲間になってきますけども、このスバルっていうのも火の一族の今度新しい設定で火の一族の妖精というのを作ってみたんですけど、火の一族の妖精ですね、翡翠という。はこの他たくさんの仲間たちが凶悪な地獄の軍団に立ち向かうぞ。欲しいんです、はい、通常の対面型ですけども、こちらが見えているという形ですから、はい、敵の攻撃を受けた時に、こっちがやられる形が見えますね。なるほど。であとは逃げるとかやるとこっち側向いて逃げてきますから、そういうちょっと遊びをいっぱい入れてみました、ね、召喚をする時も向こうへ向かってバンとこう出ますから、そういうのが楽しいかなと思ってこういう形で対面式を考えてみました。なるほど、はい。Mac とかをやってると分かるんですけども、はい、Mac ってお正月の1月1日にポンって電源を入れると、うん、明けましておめでとうって Mac が言ってくれるんですよね、うん、で同じように今度は天外魔境ゼロをポンと入れてずっとやってますよね、はい、でお正月の1月1日になりました、はい、と村人が明けましておめでとうって言ってます。これ現実時間です。なるほど。季節ごとに、季節ごとに毎月毎月毎月2月 3月はひな祭りやってるし、はあ、じゃあこれゲーム終わっても、うん、また違うイベントは。あ、もちろんもちろん。だからオールクリアして、うん、でそれからイベントをもう一回見ていくってこともできますし、はい、だからずっと持っててちょうだいねみたいな。なるほど。またたまに見てみたらっていう中では何か起こってるかもしれないよ。気が付いた時にはとかね、なるわけですけれどもね。そんな風に作ってみました。PLG システムや大容量チップなどの最新技術を盛り込んでスーパーファミコン最高のスケールで展開する天外魔境ゼロ、期待しよう。スーパーマリオ RPG、 任天堂と
クエアが手を組んで実現したスーパーマリオ最新作の紹介だ。ゲストにはスクエアの藤岡千尋さんと、スーパーマリオといえばこの人、任天堂の宮本茂さんが会場に駆けつけてくれた。もちろんオリジナルもあるんですけれども、やはりこのおなじみのキャラクター、このワンワンですとか、はいはい、それからもうそろそろ出てくると思うんですけど、花ちゃんですね。そういったオリジナル、じゃないですね、マリオのモンスターたち、はい、これを今回は CG で、作ってみました。宮本さんどうですか？平べったいところに描いてた絵ではね、バグがあるんですよね。後ろがどうなってるのかよくわからないとかね、はいはい、でくるっと横に回したら間違いが発見されて、頭の形が本当はどうなってるのか分からないって言われてね。そうですね、そこのチェックがすごく厳しかったんですよ。アクションをやってたマリオをどうやってじゃあ RPG にするのかっていうところで、一番苦労したんですけれども、はい、やっぱり RPG っていうとこうドラマチックなストーリーがずっと展開していく。そうですね。イベントが始まるとこうお話がずっと出てくる。でそれだけではなくて、そこにマリオのそのアクション性というか、その操作感っていうのを残したイベントを、我々はアクションイベントっていうふうに呼んでるんですけれども、アクションイベント、これも新しい言葉ですね。そうですね。だからプレイヤーの人がこう呼んでいくだけではなくて、常に操作できるマリオを自由に動かして遊べるイベントっていうのを組み込むことによって、その新しいマリオのロールプレイングっていうのを作ろう。先ほども言いましたように、イベントで多少アクション的な操作っていうのが入るんですけれども、はい、やはりそこは RPG ですから、はい、僕はアクションがちょっと苦手なんだけどっていう人でも大丈夫なようにきちんと作ってあります。最後に一言聞いてみました。はい、じゃあ今皆さんにお聞きしたように、マリオはハンマー使えるようになんとか頑張って、これから作ってみます。で今ご覧いただいたように、見てるだけでも非常に楽しい画面のゲームなんですけれども、やはり自分の手でコントローラーを持って遊んでいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、僕らはそのマリオを同じハードウェアで同じようなシステムでは作らないようにしてるんですね、2つと。だから今度は64ビットに移る前の最後の16ビットのマリオということで力を入れてますんで、よろしくお願いします。こんなまともな食事久しぶりっすね。ほんと、でもよくこんな金ありましたね、ウルフさん。あ、いや俺じゃないよ、ただこお前。大丈夫大丈夫、平気平気。なんだスラキスさんが持ってたんですか。カジノの人兜欲しいって、でその人のお礼これお代わり。ウルフくん、スープまだスープ、そんな暇ないっす。とっとと取り返しに行くっすよ。私もこんだけじゃな。
お、雷蔵、次の勝負に勝てばきっちり100万コインだ。勇者の兜はこの私がいただく。くそ、このままじゃ雷蔵の手に渡っちまうぜ。うわい、コイン、コイン。シラキスさん、どうしたんす、そんなにたくさん。レース出た、レース、一着。すごいじゃないすか。さて、最後の勝負に行くか。ちょっと待って、うん、その勝負、俺たちも参加するぜ。わはい、わはい。それ、白木さんが稼いだコイン、無駄にはできないし。勝負、赤の7。ならば黒の20。レジ、例のものを持ってこい。はい、私の勝ちだな。勇者の兜はいただいていくぞ。白木さん、すまないっす。ナイス、ナイス。ここです。ズルっ子だ。はめられましたね。くそ、雷蔵のやつ。ジジイ、カブトの行方は終えるんだろうな。はい。ああ、火山ですか。ジェー、雷蔵の野郎、イカ様なんかしやがって。ウルフ、気合い入ってるね。カジノの一件、責任感じてんじゃないですか。こら、全部聞こえてんだぞ。おい、おい、ここなんだろうな。はい、確かに。でも奥は真っ暗ですね。こういう時こそスラケチさんの腕の見せ所よ。お願いしますよ。スラケチさん、強すぎっすよ。なんだかな。どうかしました。いや、脅かすなよ。松明消えちまったじゃねえか。スラキッツさん、ごめん、起こしちゃったかな。なかなかね。なんか、うん、ねえねえねえ、スラキッツさん、雷蔵くん知らない？あ、額んとこ、ほら、見て。ほんとだ、全部の額にラの文字が。どうやらモンスターたちは雷蔵に操られてるようですね。アク、お任せよ。ホグ、例のものは？は、用意してございます。ふん。うわぁ、あったかい。なんか暑いくらいですね。あれ、行き止まり？うわぁ。ここがあんたらの墓場になるんだべ。おもしろ、おもしろい。バカなやつらだべ。え、うえ、こんなに。待て、逃げるべか。はじはじ、降りてこい。ジジ、お願い。
役立たずめ。どこここ。雷蔵君。雷蔵てめえ。ズルしやがって。カブト返しやがれ。カブトを返して欲しければ力で奪い取ってみろ。勇者のカブトを見つけ。やったやった。よかった。すごいすごい。こら。人がカッコつけてる時にあっさり持ってくな。まあよい。喜ぶのはお前らがここを出られてからだ。ぎっ、くそー、友達いっぱい、友達いっぱい、ふざけるな。沢口さん、大丈夫っすか。ライゾー、俺が相手だ。かかれ。どけ。エリミネーターカット。サンキュー。はい、やったね。僕に任せて。オッケー、ライゾー行くぞー。くらえ、ライゼイ。やめろ、やめろ。あー、ウルフ。口ほどにもないやつ。ウルフくん。あ、スラキシ、うえ、お前を倒す。死ぬ。行き止まり。そこまでだな。スラクシー、お前を完膚なきまで倒すためのとっておきのアイテムを見せてやろう。俺は力の種、命の木の実、不思議な木の実、賢さの種、守りの種、素早さの種をバランスよくミックスした金子製菓のスペシャルナッツだ。くー、今までの V ジャンプでの恨み、くるい！爆弾岩ごと吹き飛ばしてやる！ナイトーくん、かっこいい！スラキさん、早く逃げないと！あんなところに爆弾岩さえいなければ。爆弾岩、スラケツさん、食べっこっす。爆弾岩食べればスラケツさんもかっこよくなるっすよ。え、食べっこかっこいい。ますます好都合。男っぽい。死ぬ！こうたで。さんの炎で地層が刺激され温泉が湧き出したんでしょう。なるほど、とにかくここから逃げよう。スラキチさん、急いで。なんだこれ、なんだこれ。
めでたしめでたしですね。ウルフ君もすごくかっこよかったよ。そうっすか。いやあんくらい楽勝っすよ。しんどかった。Vフェスはこれだけではなかった。今年は特別に犬眉毛で行こうでおなじみの生瀬さんが出演して、 V ジャンプのすべてをビデオで紹介してくれたぞ。眉なしと呼ばれている編集長や V ジャンプを作っているスタッフの仕事が紹介され、おまけに編集部の裏話なんかも飛び出したんだ。さらに生瀬さんが RPG スクールで作ったゲーム犬眉毛 RPG も公開され、紙面とそっくりのメッセージに会場は大受けしていたぞ。近い将来本当にゲーム化されるかもしれないね。